妖精、貴公もなかなかに執念深い男だな。いたずら者の孫悟空を追うあまり、わざわざこのような異界にまで足を運ぶとは。相変わらず面白くもない冗談を。無駄を嫌う私が悟空のごときサジにいつまでも執着すると思うのか。これは失敬。ならば愛犬の散歩中かな。私の記憶が確かなら名は光天だったか。かの犬の有能さは戦界の誰もが認めるところ。小耳に挟んだ限りでは貴公が成した功績はもっぱら光天の手柄に負うところ大とか。光天は我が手足、己の手足で成した功績にケチをつけられる筋合いはない。誰がケチなど。私は光天を褒めたに過ぎぬ。貴公は少し卑屈なところがあるのではないかな。私を卑屈などと評する者は君を置いて他に誰一人としていない。むしろ自信過剰とすら、いやそれも心外だが。まったく、光天はなかなかに愛らしいというのに、その主人は相変わらず可愛げがないな。妖精太公望、何があっても君にだけは可愛げがあるなどと思われたくないものだ。だがせっかく先人を共にするのだ。不毛な皮肉の応酬も悪くはないが、たまには有意義に互いの力を披露し合うとしよう。ふん、望むところだ。妖精殿は太公望殿に被験するほどの英知があるらしい。比較対象が太公望なのは釈然としないが、おおむね間違いではない。ならばその先界の智者の教えをこの私に授けてもらえないだろうか。人界で学べる知識はたかが知れている。他の奴らを出し抜くためにはその英知を利用したいということだ。ほう、すがすがしいほど自己中心的な理由だな。だがその知識欲は嫌いではないぞ。妖精殿ならそう言ってくれると思っていたよ。この後時間はあるか。そちらの気が変わらぬうちにできるだけ。貪欲なことだ。人なる身でどこまでついてこられるか試してやるとしよう。よし、奴はいねえな。行け、今のうちに。どうかしたか悟空、手合わせか、それともまた何か悪事でも。お目付け役の三蔵は見当たらないようだが。うわっ、いつの間に。てか俺はちゃんと心を入れ替えたんだぜ。お師匠様がいようがいまいが、悪事なんて働かねえよ。そうか、それは失礼。大事になる前に止めるのが三蔵だからな。また私に尻拭いが回ってくるのかと。ところで先ほど後ろに隠したそれは何だ。私の光天に何かしようとしていなかったか。あとその、いやね、こうして光天ちゃんとも仲間になったわけだし、お近づきの印にうまい豆でもやろうかなって。豆か、少しならば与えても構わんが、しかしなぜ私に声もかけずにこっそりと。悪事でないなら堂々とすればよかろう。いや、なんていうの、俺たち犬猿の仲だけど、二人、いや二匹だけで親睦を深めたくってよ。
そんなことより近いうちに手合わせしない？手合わせ？構わん、いつでも相手となろう。ウキキーン！そうこなくちゃな。絶対に次の手合わせで勝ってやるぜ、妖精。よし、それまでにウキキーン。うん、この異界に呼ばれし者の多くは信じがたいほどの非凡の才を備えているが、君もまたその一人のようだな。とても下界の住人とは思えない。いや、人間の力を侮っているわけではないが、人は非力で脆い。故にこそ己を鍛え、知恵を磨き、強くあらんと精進するのだ。なるほど、弱さを自覚しているからこその強さということか。生まれながらに力を与えられている神々には決して得られぬ泥臭い強さが人にはあると俺は思っている。戦界に住まうお前は果たしてどちら側なのだろうな。私は生まれながらに才に恵まれていた。君たち人間の力には敬意を表するが、どちらかといえば神々に近い存在なのだろう。とはいえ、人には人の、神には神の、仙人には仙人の果たすべき役割がある。優劣を比べたとて得るところなどない。そうだな。ではこれからもよろしく頼む。君たち人間の泥臭い強さとやらに期待しているよ。太公望、話がある。この際はっきりと言っておくが、私は君が全知全能などとは認めてはいない。ほう、聞き捨てならぬがあえて否定もすまい。代わりに私が納得できるだけの理由を聞かせてもらえような、妖精。簡単なこと。私は己が全知全能などとうぬぼれてはいないが、同時に君が私の力を上回るとも思っていない。つまるところ、私が全知全能でない限り、君もまた全知全能足りえぬということだ。確かに単純な理屈だが、私が気候に劣るというのが前提条件になっている時点で破綻している。故に納得できるはずもないが、まあ構わぬ。気候がどう評価しようと、全知全能たる私の存在が揺らぐことなどありえないのだから。だが最近この私にも一つ気に入らぬことがある。ほう、聞かせてもらおうか。それは一体？口に出すのもはばかられるが、皆が私と妖精の仲が良いだの、息が合っているだの、勝手なことを言っているらしいのだ。そのことか。なあ、知っている。彼らは我々の何を見てそのような見当違いなことを言っているのやら。不愉快極まる由々しき話。何らかの対策を打たねばならぬと思いながらも、効果的な一手を見出せずにいるのだよ。ほう、弱気になるなど君らしくもないな。それに我らが知恵を合わせれば解決できぬことなどあろうか。ああ、それもそうだ。ならば場所を変えて少し話し合うとするか。いいだろう。たまには食事でもしながらゆっくりとな。今まで妖精殿の英知には
多少なりとも敬意を払ってきたつもりだ。私が通い詰めてもまだ溢れ続ける旋回の知識、それを完全に我がものにできるならばと。だがそれまでずっと耐えねばならないのだろうか。耐える？何にだ？わからないのか、あなたの犬だ。私にいきなり飛びかかり、舐め回し、顔をなすりつけてくる。見てくれ、よだれで湿ったぐしゃぐしゃの髪を。さあ、私にはいつもと変わらないように見えるな。あなたの目は節穴か。旋回の英知には飼い犬のしつけは含まれていないとしか。そこまで困っていたとは思いもよらなかったな。奉天は賢くて普段人にじゃれつくようなことはないのだが、よほど君のことが気に入ったのだろう。気に入った？私の忍耐を試しているのではなく。ああ、もし君が憎くて飛びかかったのなら、今頃君は生きてはいまい。ふん、どうしようもない打鍵だと思っていたが、なかなか見る目があるじゃないか。いずれにせよ、皇天の粗相は私の責任。お詫びに一席設けるということでどうだろう。あの満開の木の下で一献傾けよう。そこまで言うなら出席してやろう。私が美味な料理を手配してもいい。それは良いな。皇天もさぞ喜ぶだろう。来るのか、あの犬も。ふむ、改めて考えてみると不思議なものだな。その昔、そしてつい先頃まで我らは敵同士だった。しかし今では仲良く手を取り合って戦ってるって。確かに言われてみれば変な感覚だよな。ま、俺はバチバチ戦ってたあの時も楽しかったけど、今は今で楽しいぜ。何せ封印される心配はないんだし。ウケケー。いや、何か問題があれば容赦なく対処するがな。それはさておき、今の状況がなかなか興味深いということには同意しよう。ところで、君はすっかり皇天とも打ち解けたようだ。今では君が現れるのを楽しみにしている節すら感じられる。ウキキー。そうかい、そうかい。ようやく俺を味方だと認識してくれたわけだ。毎日のように豆をやった甲斐もあるってもんよ。よっしゃ、予選。今こそ俺様と勝負だ。宝天剣の助けはねえぞ。覚悟しやがれ。ふん、残念なが私の宝天は忠実だぞ。私が命じれば味方でも容赦なく噛みつくからな。では手合わせを始めるとしよう。宝天。ねえ、嘘だろ。ちょっと待て。妖戦、お前の並外れた強さにはいつも助けられている。改めて礼を言っておこう。何、礼には及ばない。私の力が皆の役に立てているならば、わざわざ異界まで来た甲斐があったというもの。天賦の才をもって生まれた者は己の力を世のために使わねばならない。その使命を果たすことができたなら本望だ。天賦の才か。ハヤブサ、どうかしたか。お前の戦う姿を幾度か見たが、あれは天賦の才などではなかった。血の滲むような修行を経てこその強さだ。な、
何を的外れなことを。努力は恥ずべきことではない。それとも努力でしか強くなり得ぬ人間たちをお前は否定するのか。いや、君たちにはむしろ敬意を表すると言ったはずだ。しかし私は。すまん、余計なことを言ったな。お前は強い、それで十分だ。ならばもう詮索しないでもらおうか。完璧な私に泥臭さなど不似合いだからな。承知した。その身のこなし、忍びのごとし、剣術修行のみでは身につくまい。ああ、俺の武芸は大天狗より授けられたものだなどと言ってもにわかに信じられんと思うが。うん、言われてみれば天狗に似たり。なるほど、特進が言った。ほう、随分と簡単に信じてくれるのだな。だが我が師が本物の天狗だったのかどうか今となっては俺自身確かめようもないのだが。いつの世にも人ならぬものはいるものだ。この異界もしかり、天狗を信じぬ道理はない。それは確かに。ところでハヤブサ殿はどうなのだ。その人間離れした武芸、死も常人とは思えない。まさか竜神に指示したとか。そうだ。な、本当か。道理で。すまん、冗談だ。里に竜神の伝承はあるが死ではない。な、その風貌で冗談は勘弁してもらいたいものだ。ハヤブサ殿、この不可思議な地にあってはいつまで共にいられるかわからない。そこで一つ頼みを聞いてもらいたいのだが。聞こう。お前は不測の事態にあっても心を乱すことがない。慌てることも激することもなく冷静に務めを果たす。その極意を知りたいと。さすがはハヤブサ殿だ、話が早い。俺は未熟ゆえすぐに感情が表に出てしまう。もっと心根を強くしたいのだ。頼む。それは未熟さゆえではなく若さゆえ。お前らしくて俺にはむしろ好ましい。そんな答えでは困る。俺はすぐに強くなりたいのだ。少子、すぐに強くなる方法などあるはずもない。焦らずとも、いずれ経験がお前を強くする。慣れてしまえば大胆な衣装の女にいちいち戸惑うようなこともなくなるだろう。な、違うのだ。俺はそういうことを言っているのでは。冗談だ。そうやって裏表なく感情が出る者の方が仲間としては信頼できる。そうでなくては義経ではあるまいそうか。俺は感情の見えぬお前のことも信頼しているがな。ゼウス、あなたはやっぱり大きいわね。殺されて実体がなかった時は感じなかったけど。うん、ガイアを迎えに行った時の話か。互いに体を持たず、だからこそ魂で語られた。そうね、あの状態では嘘がつけない。だからあなたの願いを叶えたいと思ったの。さすが慈愛に満ちた女神よ。どんな姿だろうと、口では素直でなかろうと、最後は他者のため力を尽くす。そうね、私にとってあなたやハデスはいつまで経っても子供みたいなもの。私が存在する限りずっとその幸せを願っているわ。
このわしをひれ伏させるほどの思いか。やはり地母神の深き愛は最強よな。ガイア様は地母神でいらっしゃると聞きました。本来なら私が話しかけるのもおこがましいお方ですが、お聞きしたいことが。皆を癒し安らげるために私に何ができるか、あなたにご教授願いたいのです。あなた真面目なのね。でも特別なことは何もいらないわ。笑顔で抱きしめてあげればいいの。抱きしめる。あなた、いいものを持っているもの。私もちょっと埋もれてみたいというか。あの、ガイア様ちょっと私で試してみない？あなたなりのやり方でやってみせて。恥ずかしがっていてはダメよ。こういうのは相手が嫌がってもギューってやるのが最高なの。ありがとうございます。そうすべき時は私のできうる限りそのように。慈悲深き女神の奥深さを学んだ気分です。ねえゼウス、あなたハデスのことをどう思ってる？深き英知と愛を持つ地母神ガイア。その質問に答えるには少々時間が必要だな。ちょっと何、急にかしこまって。それほどまでにわしは偉大なる兄ハデスに畏敬の念を抱いているということだ。え、そうなの？そうだとも。まず第一にハデスは辛抱強い。闇に閉ざされた冥府の主として立派に務めている。時に地上に降り立ち、好き放題のわしには真似できんことだ。ふーん、そういう解釈もあるのね。それで？見た目もなかなかの美男子だ。男女問わず美形は尊い。その点でもあのような兄で誇らしいぞ。それにゼウス、そのくらいにしておいて。その愛、ハデスに伝わるといいわね。ガイア様、大地の女神に料理をお出しするのは緊張するのですが、どうぞ召し上がってみてください。何言ってるの。私があなたの手料理を食べたいってわがまま言ったんだから。あ、すごく凝ってるのね嬉しいです。大地の恵みをあなたに返すつもりで腕によりをかけました。その慈愛に満ちた笑顔、素敵ね。女神をも虜にする包容力だわ。ですが私はまだ力不足のようです。以前教えていただいた、その癒したい人を抱きしめるという方法なんですが、実行するとなぜか皆顔を赤くして倒れたり、鼻を押さえてどこかに行ってしまったり、なかなかうまくいかなくて。ふーん、なるほどね。でもそれはあなたのせいじゃないわ。相手の修行が足りないってことよ。修行ですか？そうよ。あなたの愛の意味が分かればそこまで取り乱すはずはないもの。まったく、これだから人間は。じゃ、これからこの料理全部食べちゃうわね。そしたら私を抱きしめてくれる？ええ、もちろんです、ガイア様。